皆さんこんにちは。村長スタジオスタッフです。今日は SNS でも話題になっている AI ってどうなのというそもそも論を村長の思う視点でお話をします。村長は20歳でコンピュータと出会い、長いプログラマー歴を過ごしながら、十数年前から音楽のプロデュースとサウンドエンジニアを生業としてきました。そして新しい YouTube チャンネルを2023年11月に立ち上げ、約1ヶ月半で登録者1000人が目前になっています。今、その AI などが出てきて、SNS 界隈で音楽の仕事はどうなっていくのか?とかいろんな意見が飛び交っていますが、コンピューターを相棒にしながら40年間やってきた中での今の思いなどをお伝えする回です。はい、皆さんこんにちは。今日はとっても短い動画を撮ります。サムネイルで見ていただいた通り、いろんなところでですね、特にその AI が出たりして、そしてチャット GPT が出たりしてですね、音楽がこれからどうなっていくだろうとか、仕事には影響するのかとか、プロはいるのかいらないのかとか、そんなような話がありますけれども、なんで僕は皆さんがそういうことをいろいろ深く考えるのかな、今日はそんな話題です。僕はコンピューターのことを約40年間やってきています。そのお尻の10年は音楽に特化した形で、いわゆる音楽のプロとしてやってるわけですけれども、まあそれと重なるようにですね、コンピューターのソフト開発したりとか、システムを導入したりとか、そんなことをしてきたんですが、今回のこの1年ほど前から始まったチャット GPT をはじめとした AI ブームというかですね、まあ AI というのは別に今に始まったことじゃなくって、約10年ぐらい前からと言ったらいいでしょうかね。そのぐらいからいろんな AI というのはいろんな場所で、例えば炊飯器の中に AI があるとか、家電の中にも AI が組み込まれるようになってはきてたんですけれども、まあでもそれはちょっと除外してですね、この1年もう目まぐるしいような AI になって、そして、まあ、特に僕の畑である音楽の部分では、いいか悪いか論とかが今正直起こってるんですよね。でもね、結論を言います。正直わからない、そんなわからないことに時間を費やすなと僕は言いたいんです。40年間プログラマーとかやってきた僕がわからないんです。なのにそれをああだこうだ言ってもですね、今までのものをすべて考えてみてもらっても、時代は流れるようにしか流れないんです。ですから仕事がなくなるというようなお話をしても、それが本当なのか、いやそんなことはないのか。そして僕がいい証拠にですね、 YouTube を見てください。音楽系の解説動画とかを作っていた方々が、まだあまりその AI のことの情報を上げていません。それは何回か前にも言いましたように、解説をしている人がその AI をプッシュしたらですね、自分たちの教えるところがなくなるんです。僕も1ヶ月ほど前に GPTs ができた時ですね、その時に早速 DAW Help というソフトを出しました。もう僕の得意なのはスタジオ1なんですが、スタジオ1どころか今販売されている全てのソフトの最新のバージョンでの質問に全て答えられるようなもの、もちろん技術的に応用とかいうのは AI が分かっているわけではないですので、そういうところはあるんですけれども、でも大枠のところはですね、僕なんかが覚えてられないような、もしくは DAW の中でも一度も触ったことのないようなことまで AI は知ってるわけです。そしてそれはどこどこのどういうところのボタンを選ぶと
航行できますよというようなことを僕の開発した DAW ヘルプはそれを全部答えるわけです。でも僕はそんな自分の首を絞めそうなものを真っ先に出しました。ですしこのスノー AI ももう約10本ぐらいですか、ずっと出し続けています。それはこれからすごく伸びるか伸びないかではなくってですね、もう目の前にそれがあるからそれを皆さんにお伝えしている、ただそれだけです。僕に聞いてもらってもまあ自分の試験という意味ではいろいろありますけれども、でもそんなものを当たるとも当たらないとも全く言えないです。今や生成 AI ですね、ピュンと押したらDALL-E 3は約30秒から1分で絵を描くんですけれども、でも巷では1秒間に100枚もの画像生成をもうできてるんです。今日現代できてるということはまた半年後には100枚が200枚、200枚が300枚にもうなるんですよ。ですから僕なんかの40年のコンピューター生活をもってでもそれは全くわからないんです。だから論じるより実践、これをしておけばどんな風な時代が来ても対応できるじゃないですか。僕のやってることが正しいか正しくないかではなくって、目の前にそれがあるからそれを使っているだけ。皆さんもそう考えて、人がいいとか悪いとかそんな難しいことを考えてるよりも上手になった方がいいという今日のお話です。僕は確実に言えると思います。なぜなら1ヶ月ちょっとでもう間もなく1000人超えます。多分明日か明後日に超えると思うんですね。やっぱりそういうふうに皆さんが注目しているということは事実なんで、それにうまく乗せさせていただいて、そしてまあ仕事やそういう楽しみに変えていく。皆さんも難しいことを考えているんだったらさっさと手を動かして新しいことをチャレンジしてみる、それが僕は一番いいことだと思っています。今日はちょっと短めの動画を撮りました。ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。私も考えるより人よりうまく使いこなせることが大事だなぁと改めて思いました。私たちが考えてもどうにもなりません。音楽の仕事が減っていっても私も勝ち組になればいい、そんな勢いで研究していこうと思いました。